タンジマン大学センターボンツセンターエンジニアリングリサーチセンターシンシナティ大学はオハイオ州シンシナティに本部を置くアメリカが支州国の公立大学である1819年に設置された現在は毎年4万人以上の学生が在籍する全米でも大きな大学に分類される2010年のタイムズファイヤーエデュケーションによるとシンシナティ大学は北米では トップ100、全世界でトップ200にランクインされている。新種な機大学では100以上のプログラムを提供している。その中でも全米でトップに数えられる専門には、航空宇宙工学、人類学、建築、クラシック、作曲、指揮者、産業共同教育、刑事司法、デザイン、環境科学、法律、医学、音楽、ミュージカルシアター。 神経科、オペラ、自貧工科、古生物学、小児科及び薬学などが挙げられる。シンシナティ大学では、マスタープラン1989に基づくキャンパスの集中的なリノベーションによって、世界でもトップ10に数えられるほどの綺麗なキャンパスに数えられる。1819年、シンシナティ大学の前身となる、シンシナティカレッジとオハイオイ学カレッジが設立された。 しかし、その後の経済不況により6年後に一時閉校となり、1835年に再び開校した。チャールズ・マクミリカンの遺産の約100万ドルにより、1870年に新シシティ大学として新たに開校した。その後、大学の組織が巨大になったことが原因で、1893年にキャンパスを丘の上に位置する現在の位置に移設した。 そして様々なプログラムの新設や他大学の吸収、合併により一時期は私立の大学の中で2番目に大きな大学となった。1989年に新シ,シナティ大学はマスタープラン1989を作成し、20億円を投じてキャンパス内の建物の新設、リノベーション、増築などに取り組んだ。その結果、新シ,シナティ大学は 世界で最も美しい大学のトップ10に選ばれることになった。特にこのキャンパスマスタープランでは、キャンパスの緑化地帯の拡張とメインストリートの整備が、このプランの大きな特徴となった。2005年に学長が新任したことを機に、新たに UC21 という新シシティ大学を新都市、研究センターとして、最定義するというキャンパスプランが作成された。 2009年に新たに学長にグレゴリー・ウィリアムが就任し、サンタオノと共同で UC2019 という主に学術面での充実を目指したアカデミック・マスタープランを作成した。このマスタープランでは、大学創立200年を迎えることに向けて、新しなき大学を世界的に学術的にも認められるようにと、学習面などをはじめとして、 多くの具体的なゴールと設定している。この内容としては学生への奨学金を拡充したり、また留学時の資金面での負担を軽減するといったことなどが含まれている。シンシナティ大学はアップタウンキャンパスと3つのキャンパスブレンチで構成される。シンシナティ大学は1989年のキャンパスマスタープランの作成後、 戦略的に新しい建築を有名な建築家に依頼した。そのためキャンパス内には多くの優れた建築物が存在する。シンシナティ大学には多くの優れたプログラムが存在する。シンシナティ大学は世界ランキングではプリンストンデビューの2011年版ではベスト373コリッチスに掲載された。ロンドンタイムズでは世界の大学の中で190位。 全米では69位、全米の公立校の中では28位にランクインされた。シンシナティ大学は NCWA ディビジョン1にて19のスポーツチームを要しており、シンシナティベアキャッツとして知られている。2013年7月1日以来、アメリカンアスレチックカンファレンスのメンバーとなっている。以前は、ビッグイーストカンファレンスやカンファレンス u s a グレードミッドウェストカンファレンス、 メトロカンファレンス、ミッドアメリカンカンファレンスなどのメンバーだった。シンシンナティ大学には多くのスポーツ施設があり、大半は24時間年中無休で営業している。ありがとうございます。